まず職員がすごく仲が良くって助け合えるところが一番いいかなっていうのと、何でも常にみんな先生たち笑顔で、なんか楽しいこともみんなで話して共有したり、クラスの面白い出来事とかもみんなで話して共有できるのが、なんか自分のいるクラスだけじゃなくっていろんなクラスのことも知れて、全体的にみんなで保育してるなっていうのがすごくいいところだと思ってます。とにかくみんな優しいのと、困ってることあったらすぐ助けてくれるところと、多分新しい先生って何が、ね、分からなくて何を聞いていいのか分からないと思うんですけど、多分そういうのも先回りして先輩の先生がこういうことするよってちょっと教えてくれるので、まあ、ちょっと見通しがつきやすいんじゃないかなって私は思ってます。まず理解をしてくれる子供がいるので、ちょっとお休みをもらいたいとか急なお休みをいただきたいっていうところも嫌な顔をせずに、もうどうぞどうぞ、もうもちろん子供を家庭大事にしてっていうふうにいつも声をかけてくださってるので、もう気持ち的には申し訳ないなと思ってるんですけど、あのっていうよりも、気にしないでこっちは大丈夫だからって言ってくれるのがやっぱり一番嬉しいっていうのもあれですけど、やっぱ休んだ分出勤したら頑張ろうっていうふうに思います。座りもすごいあったんですけど、でもそんなすごい辛いっていうのは全くなくって、まあ仕事中、まあ、皆さんもすごく気を使ってくださったっていうのもありますし、もちろん働いてる先輩方もお子さんいらっしゃる方たくさんいるので相談しやすいっていうのもあります。安心できますね。